藤戸舞です今回はこちら小さな高級車新型レクサス lbx です11月レクサスのコンパクト suv lbx の国内使用車が発表されました lbx はコンパクトなサイズながら上質な仕立てとなっていることが特徴とメーカーが歌うモデルですがその概要について見ていきたいと思います 高級車の概念を変えるサイズのヒエラルキーを超えた次世代レクサスモデルをコンセプトにコンパクトながらも走りやデザインを追求したという新型 LBX。専用開発を施した TNGAGAB プラットフォームを採用したボディは全長は4190ミ、mm、リ全幅1825ミ、mm、リ。 全高1 5 4 5ミリとレクサスでは最もコンパクトなモデルサイズにとらわれない存在感と上質さを合わせ持ち高い審美眼を持った顧客が日常でカジュアルに使いたくなる車を目指したということです、うん、ターゲットユーザーはお金に余裕があって今までいい車たくさん乗ってきて舌が超えてきた人でもそういう人が乗っても 本当に満足できるコンパクトカーということだったんですけれども具体的には豊田明夫会長さんに気に入ってもらえるような車を作りたかったんですと開発時に言ってましたねパワートレーンは1.5リッター3気筒エンジンにモーターを組み合わせるハイブリッドでアクセル操作に対する電池とモーターによるアシストを大幅に強化し 優れたレスポンスと加速感を実現したということですまあ主要なメカニズムってヤリスクロスと共通の部分も大きいんですけど乗ってみると全然違っていてやはりモーターの駆動が強い分 とてもエンジンが楽をして静かに滑らかに走ったり、あとはこう車音材なんかも相当レクサスらしく贅沢に奢ってるんで静かだし、まあ本当にそういう意味では小さな高級車っていうそういう乗り味になってましたね。価格でいうと460万円台からスタートということですねはい、はい。そうですね。でもこういう小さいけれども高級な車って。 今までまああの世界的にあったんだけど、日本で B セグで4500万なんて車なかったじゃない？なかなかないですね。これどんな人が乗っていくのかな、買うんだろうなんてちょっと楽しみじゃないですか。そうですね。まあ、うん、デザインや走りの質感にこだわりたいけどコンパクトなモデルだと嬉しい、まあそんな方に注目の一台かもしれないですよね。うんうん、そうですね。はい、レクサス LBX については番組で詳しくご紹介したいと思います。以上藤友愛でした。 旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組それが車で行こうです TVK では毎週日曜夜10時再放送は毎週土曜朝11時で公表放送中ですまた番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます皆さんのより良い車ライフにぜひ お役立てください。エンジン